好きなリズムのお手入れとは、新月から満月までの月の満ち欠けによる植物の養分成長の巡りに合わせた植物に負担をかけない結球を利用したお手入れ法です。本日の MK ロージズは、バラの1番花も一通り咲き終わり、早くも2番花のつぼみが上がっています。寒冷地の仙台でも年々早まる開花期と夏日、そのせいで害虫被害も春からにぎやかになり、花弁を吸収してシミを作るスリップスや、ここ最近の暑さと気温の高さでバラの2番花はあまり期待できなさそうです。2番花は期待できなくても、これからの時期バラの周冬発生には期待が持てます。梅雨の時期は湿度が高く雨で水分の吸収も多いため、植物全般よく育ちます。この湿度の高さがバラの周冬発生と成長を促し、バラは株元から勢いよく芽吹いて伸びるベーサルシュートや、既存の枝から勢いよく伸びるサイドシュートを出して枝を更新していきます。この高温多湿な日本の気候がバラの枝を徒長させ、同じバラでもクリスティアーナのように海外ではフロリバンダ、日本ではツルバラ扱いという成長の違いが見られるのです。バラのシュートとは、株元から勢いよく伸びる新芽をベーサルシュート、既存の枝から勢いよく伸びる新芽をサイドシュート、勢いのある新たなシュートが根元の主要枝となり、古い枝を更新させる、花枝が増え花数がアップする。バラのベーサルシュートを促す方法、海藻エキスを与える、植物ホルモン、剪定や精子など枝数を整理、樹高を抑えて根と地上部のパワーバランスを崩す。バラのベーサルシュートの出し方ですが、品種特性で出やすい、出にくいはあるけれど、基本的には健康なバラなら勝手に出てくれます。そうは言っても必ず出るわけではないので、品種特性や環境に左右されない植物ホルモンの働きでシュートの発生を促す MK ロージズ流海藻エキスを使ったシュートの出し方がおすすめです。海藻エキスでベーサルシュート、シュート発生に必要な植物ホルモンの一つサイトカイニンが含まれているので、その活性が高まる満月の頃に与えてシュート発生を促す。海藻エキスの効果は、リスナーさんたちから嬉しい報告をいただいています。シュートが出てほしいバラがありましたら、よかったら一度お試しになってみてくださいね。
前々回の動画で紹介したオーナーのハチマシ。あの時のバラ、ユーステンシア映えに、たくさんのベーサル&サイドシュートが爆誕しました。ハチマシしただけでサイドシュートも一気に芽吹く凄さ。カゴ剪定とハチマシ。それに海藻エキスを与えた以外は無肥料のまま。地上部は花柄を切り戻したのみで。適雷やキンチ、芽かきなど一切いじりなし。ハチマシのおかげで重水にね、微生物の稼働領域が増えて活性化し、土壌環境が整い、養分の供給もスムーズになって、根張りが良くなり、それが比例して地上部の充実につながったのかな。ちなみに、根張りが良くなるのは土壌微生物のおかげ。そしてその微生物を活発化させるためには、光合成で作られた養分と有機質に富んだバランスの良い土が大事。微生物が土壌中の養分を分解、消化して無機養分に変え、植物が吸収しやすいようにしています。それが根と土壌微生物の共生関係になります。植物が自ら根を伸ばしているかのように見えて、実は菌根菌などの微生物が菌糸を伸ばして、根を誘導、拡張しているのです。そんな微生物の働きが根張りを良くし、地上部の枝葉の充実を作ります。根と微生物の共生関係。植物が光合成した養分の一部を土壌微生物が分解、消化し、植物が吸収できる無機養分として供給する。植物の陰で日が当たらなくても発生します。発生に日当たりは重要ではないけれど、発生後の日当たりは重要です。日当たりが不十分だと、勢いよく伸びることなく、か細いまま、中途半端な高さでつぼみをあげたりします。株が若いうちはシュートの発生が良い。無肥料栽培でもシュートは出る。西側通路のフェンス沿いで放置栽培のザテルグリム。無肥料はもちろん、土壌改良もなし。お隣さんのエアコンの室外機の熱風を直に受け、そして万年貝殻虫の巣窟。撮影のために株元を覆う草を避けたけれど、そんな株元に日が当たらない環境でも、フェンスギリギリで風通しが悪くてもシュートは出ます。ティルグリムは暴風によって枝が倒れたので、それによって長芽が崩れ、枝先の成長に使われるはずだったエネルギーが、ベーサルシュートの発生に回された感じかな。このバラも風雨でしだれ、長芽が崩れたパターン。一本枝を寝かして誘引したことで、複数のベーサルシュートが上がりました。すでに発生しているベーサルシュート、キンチ、摘心や切り戻しても、そもそもが勢いのあるシュートなので、処理した後でも養分は集中しがち。他の枝葉にも栄養を回せるよう、新たなベーサルシュートを狙う意味でも、惜しむことなくキンチして、股になっていない、芽が動いていないところで、枝数を増やしてあげると良いです。枝葉が多いほど光合成で養分を作り、その養分が微生物と根の共生関係で、粘り、地上部の株の充実へとつながっていきます。
目が爆発しすぎじゃない。ガブリエルはよく咲いてくれるけれど、スリップス被害に遭いやすいから、すぐに花弁がしみしみに。